皆さんこんばんは。お久しぶりです。今日は、プレステ4のハードディスクを SSHD に換装したので、どれくらいロードが速くなったのか、比較してみます。SSHD とは、以前にも、ブラボの動画でお話ししたんですけど、SSD と、ハードディスクの、ハイブリッドハードディスクのことで、まあ、わかりやすく言うと、読み込みが普通よりも速い、ハードディスクです。それでは始めます。まずは、最初によく使うことになる、ヤーナム市街へのロードです。ここが一番早いと思う。まあ、印使って同エリアにワープするのが最速だけどね。やはり、一秒くらいしか速くなってないか。最後に、最もよく使うと思われる、おどん境界へのロードです。まあ、この程度の差だと、わざわざ SSHD に交換する意味は、ほぼないね。容量が足りなくなってきたから交換したので、まあ、いいんですけど。ちなみに、SSD を入れても、これより速くはなりません。プレステ4が、SATA6GB に、対応してないんですよ。プレステ4ネオだと、どうなるんですかね。発売されていないとわかんないね。ここは2秒くらいは差があるね。長いほど、差が出るみたい。それでは検証終わりです。まあ、ちょっとでも早くしたい方は、乾燥してみてね。今ちょっと忙しくて、更新いろいろ止まってますが、動画作るのが嫌になった、とかではないので、気長にお待ちいただければ幸いです。それではご視聴、ありがとうございました。またね。